はいえー、あの市政改革プランの素案を戦略会議で、えーまあ、決定をしまして、えー、これからあのパ,ブパブリックコメントを実施します、えー、もう施政改革プラン素案についての決定過程、まあ、そのあとの所属庁会議の様子もすべてフルオープンで出して,もだ出してますので、まあ、市政改革プラン素案の中身については、もうあえて、えー、ここで説明はしません。 ただあのお、一つ告知をさせてもらいたいのが、あのパブリックコメントは非常に重要ですので、えー、市民の皆さんにいろいろご意見いただきたいと思います、えー、期間が、えー、5月の11日金曜日、まあ今日からですね、29日までの、まあ、2週間ちょっとです、えー、5月の下旬、5月の29日までです。えー でこのお意見の提出、まああのコ,メまあ、コメントといいますか意見と、意見などの提出は、市政改革室までということなんですが、まあ、ホームページなんかにもいろいろ説明しています、えー、それから各区役所の区民,情報、えー、区民情報コーナー、各区役所の区民情報コーナー、それから区役所出張所、えー、東小戸川区役所、東住吉区役所、平野区役所おの、まあ、出張所ですか、それから市民情報プラザ。 まあこれは市役所の本庁舎の1階にあります、それから施政改革室、これは本庁舎、この庁舎の4階にあります、大阪市のサービスカウンター、まあ、梅田、南波、ば、天王寺、まあ、ここにですね、えー、この施政改革プランの素案がですね、えー、置,いた置いてありますので、市、え、民、ー、の皆さんに見ていただいて、またあのホームページで出てますので。 ホームページでも構いませんが、とにかくこの施政改革プラン素案についてはです、ね、どんどんご意見をいただきたいと思います。5月の11日から29日まで、パブリックコメントの受付です。6月の上旬には、この施政,政改革プラン素案がですね、そのその部分が外れて、施政改革プラン案になりまして、で議会を踏まえて、施政改革プランということになります。 僕からは以上です。それではご質問をお受けいたします。マイクを回しますので社名と氏名を名乗れてからお願いいたします。まずは幹事社日経新聞さんからお願いいたします。えー、幹事の日経新聞比べと申します。はい。えと本日の素案についてなんですが、はい、あの早い段階での収支均衡という道筋が立ったというまではやはり言えないんじゃないかという印象あるんですけれども、一方で先ほども市長おっしゃってたように思い入れのある新規政策をやりたいということもおっしゃってますが。 その収支均衡にこだわらずに早い段階でも新規政策をやるというお考えがあるのかということが1点ともしそういう思いがあるのであればですね優先順位であるとかそのやる上での考え方補填財源のあり方とかについて、えー、ご意見をえ収支均衡をお今年とか来年、まあ、再来年なのか、まあ、そこのお何年スパンでその完全収支均衡を狙うのかというのはあいろんな考え方があります。あのー これ収支均衡といってもあの国でいうところのプライマリーバランスに当たるものはもう黒字ですからね、えーまあ、その中でどこまで収支均衡を図っていくかということなんですが、えー、これは中長期の収支の状況も見ながら、まあ、最後は総合判断としか、まあ、言いようがないですけれども、えー、収支均衡を図ることだけが、まあ、目的ではなくて、まあ、収支均衡を図りながら、 住民サービスもしっかり展開していくということが自治体の責務でありますので、ね、もう最後は総合判断といいますか政治判断としか今のところは言いようがありませんですからその判断をするための今、素材作りを一生懸命、行政組織にやってもらっているという状況です思い入れのあるその政策といいますかそういうものについては今日、所属庁会議で大体の話はボーンとさせてもらいました。学校外教育バウチャーとか 小学校、中学校の ICT の充実、これ、年間で30億ぐらいのリースになるということも報告を受けていますので、学校外教育バウチャーだと、これ30億ちょい、合わせてもこれだけで60億、70億ですね、梅北を緑地化するということになれば、700億か800億ぐらい、またこれが必要になってくる、まあ、これはあのランニングコストじゃないですから、今ある大阪市役所が抱えているストックを、この北エイの土地とですね、 まあ、組み替えるといいますか交換するというような視点でストックの組み替えという、まあ、ずっと知事時代に言ってきた、まあ、そういう手法ででき得るところもあるでしょうし、まあ、優先順位というのは今はあ正直、えー、順番まではつけれておりませんけれども、ただ、その収支均衡を図るということを、この1年とかこの2年、短期でそれだけを自己目的化しないように、最後しっかりと政治判断するためにです、ね、今、数字を。 を整えて資料を一生懸命作ってもらっている。まあ僕が最終判断するための判断要素、判断資料を作ってもらっているという状況です。えっとその住民サービスについても今回ある程度削減し、一方で見直し見直したと。でこれからパブコメが始まって、さらに直接市民の声が寄せられることになると思うんですけれども、その反映の仕方ですとか、あの直接,<え>直接目を通したりとか、何、はい、か直接目を通したりとか、お考えのそのパブコメの ありますかあいや、パブコメをね、まあ、件数にもよりますけれども、おですからこれ、あの政令市の市長というか、政令市が大きすぎるっていう、その弊害が出てくると思うんですけど、パブコメを一件一件まで僕が今の市長業務の中で、多分見ることできないと思いますのでね、それは局で整理をしてもらって、えー、これ、あの今、市民の声、市民の皆さんから声が届くのが、本当に月に。 先見単位でこう来ますけれども,もうそれ、それにいちいち今、全部目を通して,返信してるわけには、返信するわけにはいきませんから、まあ、局で整理をしてもらってです、ね、僕のところに概要版ということで、えー、きちんと整理をしたものがあいつも届いてきます、ですから、パブコメについても、そのような下ごしらえをしてもらったものが、まあ、僕のところに届いてくると思いますので、まあ、パブコメについてはしっかりそういう形で、ああえー、目を通して、えー、判断材料にさせてもらいたいと思ってます。 えとちょっと維新の会についてなんですがあの、まあ、国政という話も一方でありましたけど一方足元の市議団の方でこのところその成長費の問題ですとか家庭教育条例の問題などちょっとドタバタ感とい,うかというのが目立つ印象もありましてでこの点についてどういうお考えを持っているのかというのが1点とあと、常々その市長と代表という立場を区別してお考えでいらっしゃると思うんですけれども一方で有権者にとっては 維新の会が何かこうまあドタバタとすればその批判のおご先というのは市長に向かいがちだと思うんです。ツイッターなんかこれ拝見しててもそういう印象があるんですけれどもその辺なかなかやっぱ有権者にとっては分かりづらい区別なのかなという思いもあるんですけれどもその辺についての市長の考えを教えてください。あの政治グループとしての大阪維新の会というよりもまあ大阪市議団ただ大阪市議団も大阪市議団の大阪維新の会もまあ政治グループ大阪維新の会の 構成要素ですから、あ大阪維新の会の市議団のドタバタさというものが、あ大阪維新の会全体に対して、えー、悪影響になるということは、まあ、おっしゃるとおりだと思いますけれども、ただね、あの政治グループっていっても、生身の人間ですから、それはいろんなことありますよ、でそれはドタたタた、ドタたばといっても、最近で言えばまあ成長費の問題、それから家庭支援教育条例の問題。 まあ僕が後メールを公表したときの,の医師の会のメンバーの,そのおー態度振る舞い、また、熱をリストの問題、だからあの成長費の問題は,これはきちっとルールを作っていくということにしますけれども、何にもないほうがおかしいんじゃないですか、それは。これぐらいのことは当然あるし、こういうこともしっかり見てもらって、判断してもらうと。 家庭教育支援条例について、ね、ドタバタというふうに言いますけれどもそれはやっぱりあの報道の仕方報道のされ方とかそういうことも影響しているので、まあ、これは別にあの報道を批判するつもりもないですけれどもそれはだって別に維新の市議団の中で決定したわけでもないし政調会にかかったわけでもないしもしそんなことを言い出したらあの資料についても何についてももう本当に極秘でね、えー、物事を進めて。 えー、最後、全部確定して決定したものだけを出さなきゃいけないという話になってしまうので、まあ、今回、あのー、政調会にかける前に、えー、世間の皆さんからいろいろ批判を受けて、えー、その案を取り,、えー、取り下げたというのはこれはこれで民主主義が機能したと思いますけれども、まあ、そういうことをドタバタと捉えるのかある種、民主主義の中でしっかりオープンでやっているからあこういう形で、えー、民意を受けて。 だら、れ修正が図れて、プラスと取るのかといえば、僕はプラスだと思いますけれどもね、これ、維新の会が政調会も全部やって、決定したということになったらね、それはこれ、どうなんだよっていうのは、ものすごいそういう批判の声出てくるのは、もう当然そのとおりだと思うんですけども、これ、議員のまあ,ある一部が、こういうことを議論したいということで、え、ー どこかの条例案か何かを持ってきてこれを持って議論しましょうというふうに言った、まあ、その資料ですからあこれで批判を世間の皆さんから批判を受けたことはこれあ,りがたありがたかったんですけどもただ、これはドタバタではなくて、えー、ある意味政治のプロセスをオープンにしていればこういうことはこれからもどんどん出てくると思います、僕はもうやっぱり意思決定というものはそのプロセスからあ出していくものだというふうふに思っていますから。 まあそれをかつてあの読売新聞が二点三点しているとか朝礼墓会とかそんなことを書きましたけどもそんなのはあのプロセスを出しているんですから当たり前の話で決定確定したことをどんどん変えるようなことがあったらそれは朝礼墓会とか二点三点と言われても仕方がありませんが議論の過程とかプロセスにおいてですねそれはあの変遷していくなんていうのはむしろそれを出していく方がまがいいと思いますけどもねですから家庭支援教育条例については政調会にかかる前に まあ民意に基づいてえ取り下げたということで、これはある種、民主主義が機能したし、決定過程というものをオープンにしたことが功を奏したというふうに思いますが、ただ、今、維新の会でいろいろ議論をしていまして、条例案等については、これは大阪維新の会全体の政治グループとしての政調会で、しっかりもんでいこうというような話に今なっているという報告も聞いております。 えー、これはやっぱりあの、首長サイドが、あ市議団といいますか、議会内のことに首を突っ込むのはやっぱりおかしいので、これはもう議員メンバーの中で、政調会でしっかりと確定してもらうというふうに思ってます、まあ、それで政治と行政の関係で、あのー、こういう問題が起きて、僕に批判があ当然来るというのは、これはもう当たり前の話で、これはもう、どう法理論的にですね。 首長と議会は別なんですよとか、二元代表ですよということを言っても、それは言い訳に過ぎないですから、維、ま、新、ああの,の会の市議団の態度振る舞いについて、えー、僕が批判を受けるというものは、これは当然のことだと思ってます、ただ、その市議団が物事を決めるときに、僕自身が間に入って、もっとちゃんとしきれないのかっていうのは、これはやっぱり違うと。これは もともと首長が代表を務める政治グループのときに、議会がチェックをすることができるのかという批判がいろいろありましたけれども、そういうことを考えて、大阪維新の会全体の方針は、大阪維新の会全体の,その執行部がきちんと方針を決めて進めていきますけれども、それぞれの各議会内のことは、基本的には、その議員団が。 維新の会の市議団とか府議団がそれぞれ物事を決めていきますので、決まるまでの間は、またはその決まるその直前といいますか、そういうところまでは、ですね議論の過程においては、これは僕は代表としても、介入はしないと、介入すべきでないと思っています、出来上がったものについてとか、その一連の過程について批判は受けますけれども、今後も市議団内の、市議団の活動については、基本的には、それは市議団の 自立に委ねると、まあ、これが新しい地方自治体における、まあ、地方政治における新しい政治グループの在り方だと思ってますからやっぱり国政の政治グループとは違う議員内閣制の集団と二元代表制の中での集団は違いますので、ねえー、そこは新しい政治集団を作ってるんで、えー、まあ,あ新しい挑戦といいますかそういうところを。 に挑んでいいきたいと思いますね、まあ、あのもうツイッターで書くの面倒なので,あれなんですけど産経新聞の「の正論」再論ですかあ,あそこにあの松井知事幹事長を辞めるべきだというような、えー、コラムといいますか記事があって非常に面白い記事だったんですけどやっぱりこう理屈がすごい理屈ばっかりになってくるとこれは僕は行政の長をもう4年ちょっとやってますから。 だいたい理屈,理屈だなと感じたところはだいたい結論の妥当性があのおかしいわけで、あの近藤さんでしたっけね、あの編集委員の近藤さんの松井知事は幹事長を辞めるべきだというあのコラムは非常に面白い分析だったんですけれども、なんかストーンと胸に落ちないなとうう思ったのは、あの理屈をいろいろこう言ってるんですが、政治と行政の分離というところの本質といいますか、趣旨をちょっとこう。 読み,あ読み誤ってるというか、なんで政治と行政の分離を僕がバーンとこう言ったかというとです、ね、これ、首長がといいますか、現職の市長が役所っていう組織を使って、えー、政治活動を展開していく、この役所組織を使って、えー、現職の首長が、まあ、政治活動をしていくっていうところを、これをやめましょうというふうに、まあ、言ってです、ね、政治と行政を分離していこうと。 ということで、さまざまなルールをおー引いているわけですねで、まあ、近藤さんの,あの記事でいやそれは松井知事があ大阪維新の会の幹事長で僕が代表で,で僕らが官邸に行って原発問題とか,こうおなんかあ原発問題で官邸になんか向かうとです、ね、それは知事、市長としての活動なのか大阪維新の会代表幹事長としての活動なのか。 それが選挙の争点になるべきだという僕の発言からすると政治じゃないかというような近藤さんのそういう見解があったんですけどもそれは大間違いでしたねそれはあの市長と知事が官邸に行ったことが政治活動なんではなくてそれは別に役所組織を使って政治活動をやっているわけじゃないですからそれは単に報道が報じているから僕らがそういうふうに画面に出るということですから別に報道である一定期間内になれば。 あ僕と松井知事、これはテレビ局の、あのー、政策側の方の番組なんかだと、大体立候補,立候補を表明すると、六か月、選挙から6か月以内はもう番組出れないとかですね、そういうルールがテレビ局にあるようにですね、まあ、報道でも、これはもうあと、選挙、近づいてきたら、あと何か月以内には、橋本と松井はあ放映しないとか、報じないっていうルールを作ってもらえれば、そこは抑えれる。 だけの話で、ちょっと近藤さんそこ近藤あの近藤さん近藤してるってそういう話ですけど、あの近藤さんがちょっと誤解されてるなと思ってます。あの僕が言ってたのは報道で報じられるかどうかって話じゃなくて、この役所組織税金であのー、運営される役所組織を使って、それで例えばタウンミーティングをですね、これは各区役所の区長を通じて。 えー、そのいろんな地域の団体を集めてです、ね、そこに市長のタウンミーティングと称して選挙,じ選挙間近の1か月か2か月か3か月の間に市長がです、ね、区長やらあの役所の幹部と一緒になって地域を走り回るとこれを禁じましょうと言ったわけです。えー、それはあの 僕と知事がです、ね、単独で役所の組織をフル回転させてそして自分の票を獲得するためにこの大阪市役所管内を走り回らせるということではなくて僕と松井知事が何か知事として市長として活動していることがそれがメディアで報じられることによって大阪維新の会代表幹事長というような立場での報道になったとしてもそれはあの報道してるだけの話ですから。 まあそんなことを言い出すと国会議員だって政府に入っている今の民主党のそれこそ総理大臣にしても誰にしてもですねみんな報道で報じられたらそれは内閣総理大臣でもあり民主党の代表でもあるということになるわけですからそこは何も問題ないと思いますねだから政治と行政の分離というものの趣旨は何かといえば首長が自分の部下であるこの役所組織というものを使ってそして 政治活動をするとで広報といってもテレビ局とかが勝手に報じることじゃなくて役所の姿勢頼りを使ったりとかあ役所のいろんなパンフレットおそれはいろんなあの前回の選挙の時にもいろいろありましたけどもおこれ行政のパンフレットなのか政治活動のパンフレットなのか。 現職の首長が政治的なメッセージで出していることを大阪市役所のパンフレットとして出していたりです、ねえー、ロゴを作ったりとかもうそういうことを役所の活動としてやることはやめましょうよということを言ったわけですから僕は松井幹事長がああ松井知事が。 あ大阪維新の会の幹事長を辞めるということは、何にも、はい、おそんなことをやる必要ないわけで、まあ、地方自治体、地方政治の中の新しい政治集団を考える上にあたっては、今、僕らがやってる党の運営と、それから行政の運営というものは、まあ、ある種、新しいチャレンジとして、何、え、のー、問題ないというふうに思っています以上です。各社どうぞ